おはようございます。マスター・アートです。今日は2020年、2月の10日、月曜日ですね。はい、おはようございます。では、今日の言葉の時といたします。箴言3章の12節、父が可愛がる子を叱るように、主を愛する者を叱る。箴言3章の12節。人は、叱られることによって良いことと悪いこととの区別がつくようになり、へりくだった心を持つようになります。主に叱られたことがありますか？痛い目にあったり、自信を持ってしたことが失敗したりしたとき、そこに主の愛を知り、主に叱られているのだと思える人は幸いです。今日の祈り、愛の主よ、私が傲慢になったり、わがままであったりしたら、どうぞいつでも叱ってください。はい、今日の御言葉でした。ではお祈りいたします。天の父なる神様、今日も主と共に、歩むことができますように、月曜日の週明け、毎週月曜日の仕事を始めとなりました。今日も一日元気で頑張りましょう。この祈り、私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。また明日の朝の御言葉の時間に会いましょう。はい、失礼しました。